今日は特別なお知らせがあります。皆さんタイトルを見て驚いている人も多いと思います。そう、今日はですね、初めて YouTube で商品紹介をさせていただく運びになりました。私たちのところにですね、よくインスタライブの紹介をアーカイブに残してほしいですとか、商品紹介を動画でしてほしいですや、身長が平均サイズの方でも着用してほしいですなど、質問までね、大変よくいただきますね。はい、はい、よくいただいてます。はい、ありがとうございます。毎月 9R で開催している新作発表会で、私たちが動画で商品紹介をするには毎回インスタライブを見ていただく必要があったのですが、インスタライブの商品紹介ではライブ配信なのでちょっと分かりにくさがあったり、リアルタイムで見ることができないお客様も大変多くいらっしゃいますので、初めて YouTube で商品紹介をさせていただく運びになりました。というわけで今回はですね、 9R12 月の新作発表会で発表する新作コレクションのご紹介です。それでは私たちが企画してきたお洋服をご紹介していきたいと思います。それでは早速1つ目の商品をご紹介します。1つ目は今私たちがトップスとして着用しているリラックスドレスブラウスです。カラーは3色で、奥からブラック、ベージュ、ホワイトになっています。サイズは S と M の2サイズ展開になっています。まず今美奈子さんが着てもらっているのがブラックですね。166cm で M サイズを着てくれています。そして真ん中イメカちゃんがベージュカラーの S サイズを159cm で着てくれています。そして最後私ですね、166cm で S サイズのホワイトを着用しています。はい、こちら商品の特徴としては、まずカジュアルな着心地とドレッシーなデザインを、ポイントとしたトップスになっています。まず生地なんですけど、一見ですねコットンのようなナチュラルな風合いが特徴になっている生地なんですが、実はポリエステル 100% になっています。なのでめちゃめちゃ軽いよね。めっちゃ軽いですね。本当に軽くて、裾回りもちょっとこう張り感が少しだけあるので、ふわっと自然に風を含んで揺れるようなシルエットが女性らしい、そんな一着になっています。そして デザインの特徴としては、ネック下から裾にかけてフロント部分ですね、プリーツが1本入っています。これによって1枚で着ていても、ジャケットを着ていてもちょっとデザイン性があるスタイリングができるようなトップスになっています。そして2つ目のデザインの特徴としては、この肩の部分から裾にかけて入っているギャザーがとても上品な女性らしいデザインになっています。こちらもジャケットを脱いだ時にも華やかな印象が出るようなデザイン性を加えたものになっています。着た感じ、みなこさんどうですか？軽いし、すごい着やすいです。ですよね、はい、これは結構厚みが薄すぎず厚すぎずなので、割とオールシーズンいけるんじゃないかな思ってます。ジャケット羽織ったりだったりとか、暖かい季節は1枚で、こんな感じゆめかちゃんのようにと長めのスカートを合わせてあげても、トップスがちょっとこうシアーパなものになって軽やかに着てもらえるんじゃないかなと思います。そしてみなこさんが着ていただいているのが、今トップス何着てたんですか？レイヤード V ネックワンピース、はい、ワンピースを着ていただいてます。先ほども説明したように、そんなに暑くない季節なので、上からこんな風にワンピースを重ねていただいたスタイリングも簡単に着ていただけます。今日は足元ブーツをちょっと合わせて、はい、秋っぽい感じのスタイリングになっています。そして私なんですけど、私はちょっとオフィスっぽい雰囲気で着てみました。下にストライプパンツを合わせて、あとちょっとこうヒールを合わせた感じで、こんな感じでちょっとオフィスカジュアルな感じでも着用いただける、そんなカジュアルさもあり、オンの場面でも着れる、そんなブラウスになっています。それでは次の商品をご紹介します。次の商品は今2人に着てもらっているファーストチョイスブラウスですね。トップスに着用してくれています。カラーが2カラーで、ブラックとホワイトの2色になっています。そしてサイズ展開はこちらも S と M の2サイズ展開になっています。まず生地の特徴なんですけども、フロント部分、身頃部分ですねに使用している生地は、ピュアオーガニックコットンを使ったカットソー生地になっています。そしてお袖の部分、ちょっと膨らみが特徴的なんですけど、ここには、ブラウス生地を使用しています。
なのでこんな感じでちょっとブラウスのデザインを取り入れたようなお袖になっています。でこのお袖が 2way 仕様になっていまして、落としてるとこのような形なんですけど、少し上げてもらえると上げるとですね、それでちょっと膨らみが増して上品なデザインが出るようなお袖になっています。そして着心地なんですけど、今回はお肌に触れる部分、日頃の部分ですね、最初にもお話ししたんですけど、ピュアオーガニックコットンという生地を使っているので、着心地どうですか？気持ちいいです。肌触りさえですよね直接肌にこう肌の上に着ていただいても優しい着心地のものを使用しています。そしてデザインは今回意識したのはカジュアルな着心地と女性らしいデザインということで、全体的にはカットソーなデザインにもなっているんですけど、お袖の部分にブラウスのデザインを入れることによって女性らしさも取り入れたような、はい、そんなカジュアルな着心地とより上品なデザインを取り入れたようなトップスになっています。この身ごろ部分に使用している生地なんですけども、今回は USA のオーガニックコットンバイオフュージョンというものを使用しています。このコットンの特徴なんですけど、家族経営によってですね、代々受け継がれていく畑をより良い状態で未来に残していこうということで、今までの農法にハイテクな技術を積極的に取り入れている、そんなコットンになっています。で詳しい内容がですね、まず生産時の水使用量の大幅削減です。そして2つ目に土壌流出の防止、これによってですね、動物たちが野生動物たちがですね、綿作地に生息できるような環境をしっかりと整えて、未来にもしっかりときれいな状態で残していけるというような取り組みをされている、そんなことになっています。それではお二人のスタイリングのご紹介をしていきたいと思います。ではみのこさんですね、からトップスを買ってくれているみのこさんのスタイリングです。ちょっと大人っぽい、オフィスっぽい雰囲気もありながらも、こう抜け感というかカジュアルさも意識した、そんなスタイリングになってますね。下にはフラップポケットのサテンパンツを合わせていまして、でちょっとヒールを履いた結構甘辛ミックスの感じのスタイリングに仕上げています。そしてゆめかちゃん、ホワイトトップスを着てくれています。ゆめかちゃんはスカートで、ちょっと下はベーカースカートのベージュを合わせてくれていて、全体的にワントーンな感じで大人っぽいスタイリングですね。でもやっぱりこうお袖がふんわりしていることによって、女性らしいちょっと可愛らしいような雰囲気を出してくれている、そのスタイリングになっています。はい、続いてご紹介する商品はニューセンスワンピースです。私たちが今着ているワンピースになります。カラーがですね、4色ありまして、まず美奈子さんが着てくれているのがブラウンですね、166センチで M サイズを着てくれています。続いてゆめかちゃんに着てくれているのがブラック S サイズになります。159センチで S サイズを着用してくれています。そして私が着ているのがブルーです。 M サイズを166センチで着用しています。そして4色目がこちらのオレンジも実はございます。サイズは S と M の2サイズ展開になっています。そしてこのニューセンスワンピースのデザインのポイントなんですけども、まず全体的にですね、今回はカットソー生地、実はこれカットソー生地なんですけどを使っています。でカジュアル性の高いちょっとカットソー生地、皆さんカットソー生地で言うとカジュアルな感覚だと思うんですけど、着心地はカジュアルさを残しつつも、デザイン性は少しドレッシーというか女性らしい上品さを出すために、いろいろとこだわりなデザインになっています。まずは胸元ですね、デコルテが綺麗に見えるような V ネックを採用しています。そしてウエスト部分はこのようにタックが実は入っています。でタックを入れることによって身幅はそんなに狭くないんですけど、自然とウエストラインが作られてですね、スタイルアップして見えるようなデザインになっています。そして最後このお袖の部分ですね、お袖は少し膨らみのある上品さのあるお袖を5分丈で設定していまして、二の腕をきれいにカバーしてくれるようなサイズ感になっています。そして今回ですね、カットソー生地を使ったイージーな着心地のワンピースを目指しているんですけども、後ろには実はチャックをつけています。でやっぱりカットソーワンピースっていうとスポンとかぶれるイージーさがすごく魅力だと思うんですけど、今回は少し上品さも、後ろ姿の上品さを残したかったので、あえてジッポーをつけることによって着脱も簡単な感じで仕上げました。はい、
そして使用している生地はコットンとポリエステルのイージーケアがかなう生地になっていますので、一見ですねスーツ地のような細かい編み地の本当に綺麗な、そして少し厚みのあるしっかりした生地になっているんですけども、ご自宅でのお洗濯もできるイージーケアな生地を使用しています。はい、それではここでスタイリングの紹介をしていきたいと思います。まあ、1枚ストンと着てるだけなんですけど、足元だったりとかヘアスタイルを変えることによってまたねグッとイメージが変わってくるんですけど、美奈子さんはブラウンをヒールで合わせて、あとちょっとパールのネックレスをつけた大人なスタイリングですね。はい、いかがでしょうか。ドレッシーなイメージでスタイリングしてみました。このブラウンもすごい綺麗な色味ですよね。続いてゆめかちゃんはブラックですねを白ブーツと合わせて、そしてちょっときれいめにまとめ髪で着てくれています。着心地どうですか。めっちゃいいですね。なんか肌に優しい生地。そうなんですよ。結構張りがしっかりあるので肌離れがよくて、あとフォルムもずっときれいに張り感が、ね、あるので崩れにくい感じですね。これもすごくポイントになっています。で、私はちょっと秋っぽい感じで、はい、ブーツを合わせてスタイリングにしてみました。2人に比べると少しカジュアルダウンしたようなスタイリングにしてます。で、結構カジュアルな生地にはなっているのでストレッチ性もちゃんとあるので、動き回る日に、ね、きれいめな印象は残しつつもいろいろ動きやすい、そんなワンピースになっています。続いてオレンジの S サイズをゆめかちゃん、159センチのゆめかちゃんに着ていただいてます。さっきはブラックを着てもらっていて、ちょっと大人っぽいスタイリングだったので、今度はスニーカーを合わせてもらってカジュアルダウンしたスタイリングにしてみました。ちょっと肌寒い日はまだまだこんな感じでカーディガンとかを羽織っていただいたりとかして、そんなにお袖も分厚い生地ではないので簡単に羽織物も着てきますね。はい、で、結構カジュアルな生地にはなっているのでストレッチ性もちゃんとあるので、動き回る日にもきれいめな印象は残しつつもいろいろ動きやすい、そんなワンピースになっています。続いての商品をご紹介します。次の商品は今私たちがボトムで履いているニューセンスチルパンツです。カラーは3カラーでグレーとカーキと私が履いているブラックになっております。サイズは SM の2サイズ展開になっています。美奈子さんが履いているのがグレーの S サイズ166センチで履いてくれています。続いてゆめかちゃんが入ってくれているのがカーキの S サイズ159センチで入っています。はい、そして私が履いているカラーがブラックの M サイズを166センチで入っています。はい、このニューセンスチルパンツの特徴なんですけど、まずは上品さとカジュアルさを融合させたフラップポケットパンツになっています。この両肘のサイドにですね、大きめのフラップポケットというものをつけています。一見カジュアルな印象ではある大きめなポケットなんですけど、今回は生地をですねサテン調の生地に変更しています。通常ですねちょっとこうカーボンパンツ、コットン系の生地を使っていることが多いフラップポケットパンツなんですけど、大きめのポケットを少し大人っぽく見せたいなということで、サテンパンツにリスタイルしてやや大人っぽい上品なスタイリングでも、きれいめに履いていただけるようなデザインにリスタイルしたものになっております。そして今回この生地、使用している生地なんですけど、キュプラという生地を使っています。で、キュプラはですね再生繊維の実は一つになっていまして、通常ですねコットンの綿ありますよね、綿の種子についた産毛の部分をがあるんですけど、この部分って通常ですね糸に使用できない部分になってるんですよね。で、その部分を有効利用するということで、サスティナブルな生地ということで、今回はキュプラの生地を使っています。それではここで3人のスタイリングを紹介していきたいと思います。まず美奈子さんが、グレーのパンツを166センチで S サイズ今入ってくれています。ちょっとオフィスでも使っていただけるような綺麗めなトーンですね。ちょっとベーシックカラーでまとめてくれています。足元はヒールで、上からカーディガンを羽織って大人っぽいスタイリングになっています。ちなみにこのグレーの色味なんですけど、他のこのブラックとカーキに違いがありまして、少し透け感防止のために厚めの生地を使っています。どうでしょう、今からオフィスでこんな感じ、すごい光沢もあって落ち込みもあるので、オフィスでもしっかり綺麗めにも履いていただける感じ
だと思います。はい、はい、ありがとうございます。続いてめかちゃん。めかちゃんもちょっとオフィスを意識したスタイリングなんですけど、今回はですねちょっとこうカジュアルっぽい感じで抜け感もプラスしたようなスタイリングになっています。どうでしょう。はい、ウエストの部分が伸縮性あるので、うん、履く時とか座っている時とかもすごい楽チンでいいなって。結構パソコンだったりとかリモートワーク系の方は座ってる時もね窮屈なの履いていただけるのが嬉しいポイントですね、はい、あと調整できるようにウエストの紐もついてるのでこのポイントです。そして最後私のスタイリングなんですけど、2人がちょっとオフィスっぽいかっこいい綺麗めな感じだったので、今度はスニーカーを合わせて大きめのシャツを羽織ったちょっと遊びに行けるようなスタイリングにしてみました。ちょっとサテン生地なんですけどストレッチ性もあるので動き回る時もかなりおすすめのパンツになってます。はい、このパンツはお客様にチルパンツって呼んでいただきたいの で、はい、そうですね、こういうオフィスでちょっとリラックスして過ごしたいって方だったり、うん、はい、お休みの日に休日コーデでカジュアルにチルタイムでも着ていただきたいですね、はい、そうですね、はい、チルパンツです。チルパンツと呼んでください、はい。続いては再販が決まった商品のご紹介です。今私たちがトップスに着用しているこちらのリサイクル 2way スウェットが再販になりました。カラーはですね、イクリュカラーとブラックとブラウンとこちらのピンクの4色、今まで出てきた4カラーをまとめて今回再販になりました。そしてサイズは S と M の2サイズ展開になっています。で今美奈子さんが着てくれているカラーがエクリューで S サイズで166センチで、このようなサイズ感になっています。そして続いてゆめかちゃんが着てくれているのがブラックの S サイズを159センチで着てくれています。続いて私が着ているサイズがブラウンの M サイズを166センチで着て、このようなサイズ感になっています。はい、こちらの商品の特徴なんですけども、とても昔からナイアルではお客様に大人気な商品が久しぶりに再販ということで、ご存知の方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけども、特徴としてはまず生地なんですけど、リサイクルポリエステルを 100% 使っている生地になっています。ペットボトルをリサイクルしてできた生地ですね。そしてデザインの特徴なんですけども、実は今ゆめかちゃんが毎週逆に着てくれているように前後逆に着れるデザインになっています。というのも近年ですね、気候変動がかなり激しくなってきてますので、夏がすごく長かったりとか、で寒い時期が短かったりとか、で日によって寒暖差だったりもすごく大きくなってきてると思うんですけど、そんな時にアウターとしても着れて、そしてあとスウェットとしても着れるそんなアイテムがあったら、その日の気温だったりとか環境に合わせて着れるんじゃないかということでできた商品になります。でフロント部分にですね、こんな感じでドットボタンというのがついてます。でこれを全て開けるとこんな感じで羽織のように着れますし、前後ろを逆にすると今度は前から見るとスウェットなんですけど、後ろにこんな感じでボタンを持ってくるのとても可愛いですよね。今回は上だけちょっと締めて、下に着ているワンピースが少し覗くようなスタイリングになっています。はい、そんなリサイクル 2way スウェットなんですけど、先ほどペットボトルをリサイクルしてできたポリエステルを使ってるっていうお話をしたんですけど、このですねリサイクルポリエステルを使用するとなんと製造時の CO2 の排出量を 77% も削減できるということで、生地を作る上でもサスティナブルな、そんな背景があるアイテムになっています。はい、では一人ずつスタイリングのご紹介をしていきたいと思います。ひなこさんは結構今回カジュアルな感じで、スニーカーとあとカラスラックスのブロックを合わせて、インナーにちょっと春っぽいですねリブのカットソーを入れた、でアウター感覚で全てボタンを開けてスタイリングです。どうでしょうか、みなこさん。これすっごい軽いんですよ。あ、そうそうそう、すっごい軽いんですよ、うん、はい、アウターなのに重さを感じない、うん、本当に手持ちでもね結構持ち運びもできちゃうぐらい簡単、軽い生地になる、はい、で続いてゆめかちゃんスタイリングです。ちょっと先ほどご紹介もしたんですけど、今回は下に明るいオレンジ色のワンピースを入れてもらって、スウェットのような感じで着てもらってます。でちょっとその日の気分によってね、今度は逆にアウターな感じで着てもらえるのもありかなと思います。色合わせもね可愛いですね。可愛い。
続いて私なんですけど、下に着てるのがオールシーズン V ネックワンピースですね。今回はちょっと肌寒い日を想定して下に長袖シャツを入れ込んでみました。で、上に2つだけボタンを留めて、ほんとちょっとカーディガンっぽい感じで、はい、アウター感覚で着てみました。続いて美奈子さんにピンクを着てもらいました。166センチで S サイズを今着てもらってます。今回もちょっとカジュアルな感じで、ピンクといったらちょっと甘めなイメージがするんですけど、グレーやブラックの落ち着いたトーンで合わせて、なおかつちょっと歩きやすいというか動きやすいようなスタイリングですね。こんな日にもとってもおすすめなリサイクルツウェイスウェットになってます。丈が少し短めに設定されていますので、ボトムも、ね、何でも合わせやすいですよね、うん、はい、はい、続いてもう一方、再販が決まった商品をご紹介します。今私たちがボックスで着ているハードリブカットソーが再販になりました。こちらはですね、7色展開になっています。今ちょっと3色選んで私たち着ているんですけども、まず美奈子さんが着ているカラーがベージュですね。166センチで S サイズを今着てくれています、はい、続いてゆめかちゃんが中に着てくれているのがピンクですね。 S サイズを159センチで着てくれています。そして私が着ているのがグリーンもですね、 M サイズも166センチで着ています。サイズ展開は SM の2サイズ展開になっています。はい、こちらのハードリブカットソーなんですけども、今年9Rで新作として発売したカットソーになっています。とても大人気で、何度か再販をさせていただいてるんですが、生地のまず特徴としてはちょっとですね、固めの生地になってますね。細かいリブが入っているんですけど、ガシッとしたような肌触りになっていまして、ただストレッチ性も高くて、裏地はとても柔らかい生地になっているので、肌当たりはとても優しい生地当たりになっています。で、デザインの特徴なんですけど、長袖になっていまして、裾にですね、お袖の裾の方にスリットがちょっと入っています。少しだけ手元が上品に見えるようなデザイン、ディテールになっています。割とコンパクトなサイズ感に見えると思うんですけど、先ほどもお話ししたようにストレッチ性がしっかりある生地になっていますので、どんな方でもストップしていただいて、着脱も簡単にしていただけるものになっています。カラーバリエーションがとても豊富なので、お好きなカラーだったりとか、ベーシックカラーはもちろんなんですけど、明るいカラーも多いので、もう日によってね、気分によっていろんな色で試していただきたい、そんな一着になっています。ではスタイリングのご紹介をしていきましょうか。美奈子さんですね、ベージュを着てくれています。下に合わせてるのがイベントスカートのホワイトを着てくれています。ちょっと春らしい軽やかな、女性らしいスタイリングになっています。はい、続いてゆめかちゃんがちょっとピンクを今回着てくれたので、甘辛な感じでね、ブラックと合わせてくれています。上にジャケットとして着ているのがこの前のベストジャケットですね。で、下はちょっと黒なんですけど、生地の質感を変えたシャイニーロングスカート、サテン生地のスカートを合わせた甘さとちょっとかっこいい感じ合わせたスタイリングになっています。そして私なんですけど、 V ネックワンピースですね、のブラックにちょっと明るめな感じで印象をつけたいなと思って、明るいグリーンを中に入れてみました。では続いてブラックの M サイズを166センチの美奈子さんに着てもらっています。オールインワンの白に、ペタンコのパンプスを合わせた動きやすさ重視のきれいめスタイルになっています。続いて同じく美奈子さんがホワイトの M サイズを166センチで着てくれています。ボトムはビューティーケアパンツにまた白のパンプスを合わせています。これはね、もう皆さん多分大好きだと思います。ザ定番のきれいめなスタイルで、こういう衣装ここでですね。続いて私ゆうきがブラウンカラーの M サイズを166センチで着用しています。ボトムはラブポケットがついたチルパンツのブラックにスニーカーを合わせた、ちょっとカジュアルですけどスタイリッシュさとクールさを意識したスタイリングで着てみました。続いて同じく私ゆうきがオレンジカラーの M サイズをワイドスラックスとヒールでちょっときれいめに合わせてみました。ヒールを履くことによって明るいオレンジカラーなんですけど、ちょっとイベントごとだったりとか、またジャケットを羽織ったりとかすると
かっこいい、きれいめな印象になるかなと思って採用してみました。はい、今回は今まで出ていた5カラーに加えて2色新色が出ました。1色がこちらの美奈子さんが着用しているベージュと、はい、私が着ているブラウンが追加になりました。ベーシックカラーなのでどなたでも挑戦しやすい色かなと思います。ぜひ皆さん選んでみてください。ということで12月の新作発表会の新作コレクション紹介を今回初めての YouTube でご紹介するという挑戦をしてみました。最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。2人ともどうでした？初めて美奈子さん、緊張しましたね。緊張しましたねちょっとインスタメントと違った感じで緊張したんですけど、うん、なんかね、こういう部分が見たいみたいなのがもしあればぜひコメント欄で教えてほしいです。見てください。美奈子、はい、ちゃんどうでした？はい、私もインスタライブもあまり私は出たこともないので、そうだ、ね、すごい緊張してカメラ相手にするっていうのがなんかちょっと変な感じがしたんですけどでも楽しく撮影することができました。よかった、はい、お客様からですね、高評価やコメントが多ければこれからの新作発表会の新作紹介もですね YouTube で頑張っていけたらなと思っております。今回ご紹介した商品で気になったアイテムがあったよという方はですね、ぜひコメント欄へコメントいただければ嬉しいです。コメントはすべて私たちも楽しみにしていまして、すべて読ませていただいているのでお気に入りがあればぜひ皆さん教えてください。それでは12月の新作発表会、皆さん楽しんでください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。